はい、高須のパークね、今日で終了しました。僕は高須ダイナースキースノーボードの専門チャンネルなんですけど、ちょっと待ってよ。はい、ノーカットでごめんなさいね。噛み噛みでごめんなさい。今日が4月26日で、明日まで持つかどうかちょっと微妙だったんですけど、まあ、ちょっと滑ってくる途中にね、パトロールの人に聞いたら、今日で終了だということです。もうホームページに載ってんじゃないかな。で、スマホが壊れて、スマホは、このスマホでやってたんですけど、今ね、こうやって、つけようとするじゃん。でもこうやってなんでしょう、こういうふうに。で、あとね、途中までアップロードの途中だったん、今日全部で20本ぐらい撮ったんですよ、スマホでね。で、GoPro で、危ないから GoPro で撮ろうとしたけど、このさ、スマホに入ってる SD カードを取り出すピンを忘れちゃって、で、仕方なくスマホでやっとったら壊れて、で、20本ぐらい撮って、で、12本ぐらいアップロードの操作したんだけど、それはできたんかな。で、あとね、7本ぐらい。SD カードに入ったままなんですよ。で、それは SD カードから取り出して、今日帰って、パソコンから、ちょっとアップロードできる、する時間とか、ちょっと微妙なんですけど、ちょっと夜勤があるからね。で、この、今撮ってるスマホは、新しい方なんだけど、これアップロードが遅いんですよ。そう。だから、ごめんなさい。もうどういう風になるかわからない。もうなるべく早く伝えたいんですけど、まあ、結果はね、ホームページ見ればわかると思うんで、もう皆さんね、分かってると思うんで、もう今日の動画は、まあ明日あるかどうか、明日の来る予定の人のために撮ったんだけど、まあ終わり際の、スキー場のゲレンデってこんな感じだよねっていうのを見ていただければなというふうに思います。あとは、来シーズンね、12月の人工雪からまたスタートしますんで、ゲレンデ撮影はね、どこが早いっけ、ホワイトピアとかウィングが早かったっけ、あとダイナも高須も撮りますんで、それまでね、よろしくお願いします。あと、オフシーズン動画も撮っていきますんで、今シーズンはね、よろしくお願いしますってことと、あとね、壊れたから、LINE がさ、LINE の知り合い、今シーズンも20人ぐらい、新しい知り合い、友達できたんだけど、また、これ3年に1回ぐらいね、友達を、振り出しからもうさよならしちゃうんですよ、僕。LINE、その、スマホが壊れて、修理に出すと全部消えるから。そんなことを繰り返してて、まあ、今回も20人ぐらい知り合い友達できたけど、またさよならしちゃうかもしれないんで、ちょっと非常に残念です。はい、連絡する術がないんで、ということで、とりあえずちょっと急ぎますね。渋滞が始まるんで、急いで帰ろうと思います。まだ高すぎます。はい、ということでした。じゃあね、バイチル、今何時だ？壊れとるで、時計がダメだな。これは違う。これ取る。今、もう5時前です。じゃあね、バイチル。バイバイチル。